皆さんこんにちは。生き生き健康情報の時間です。皆さんは定期的にがん検診を受けていますか？受けていない方は対象年齢になったらぜひ受けてくださいね。がん検診は私たちの健康を守るためにとっても大切ですよ。今日はがん検診について一緒に振り返ってみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、2人はがん検診を受けたことありますか？私、受けたことないです。私も。がん検診って私たちにはまだ早いんじゃないでしょうか？そんなことないんですよ。国が検診による早期発見で死亡率を下げる効果があると推奨するがん検診は、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんの5つです。それぞれ対象や受診間隔が定められているのですが、この中の子宮頸がんの対象年齢は知っていますか？そうですね、40歳ぐらいですか？私もそのぐらいだと思います。なんと、実は20歳からの受診が推奨されていて、しかも2年に1回の定期受診が好ましいとされてるんです。へー、じゃあ私たちも対象なんですね。知らなかった。子宮頸がんは子宮の入り口近くにできる女性特有のがんです。子宮頸がんになる方は20歳代後半から増え始め、30歳代後半から40歳代にかけて最も多くなります。最近では20歳代や30歳代の若い世代の子宮頸がんが増えています。症状が出ていないがんになる前の状態や早期のがんも子宮頸がん検診で見つけることができますので、20歳になったら定期的に子宮頸がん検診を受けることが大切ですね。この他にも松阪市ではご覧の項目に対する検診費用の助成を実施しています。対象のものに限りますが、通常よりもお安く検診を受けることができますので、ぜひご利用ください。私たちでも子宮頸がん検診と乳がんエコー検診が対象になるんですね。これらのがん検診を受けるにはどうすればいいんでしょうか？職場などでがん検診を受ける機会がない場合は、市内在住で対象年齢を満たしていれば松阪市のがん検診受診の対象になります。松阪市のがん検診の受診券は毎年7月の上旬頃にお家に届くように発送しています。毎年検診を受けている方や受診券の発行申請がお済みの方以外は、インターネットのお申し込みフォームか電話で申請してくださいね。受診券が届いたら次はどうしたらいいんですか？受診券が届いたら、このチラシにあるように医療機関で受ける個別検診か、検診者などで受ける集団検診にするかを選んで予約しましょう。2種類あるんですね。家の近くの病院はどうだろう？あ、ありました。子宮頸がん検診はここで受診したいな。私もうちの近くの病院がありそうなのでそこにしようかな。エコー検診は集団検診のみなんですね。会場と都合のいい日を選ぶんですね。この日の都合が良かったら一緒に受けない？いいですね。私も一緒に受けたいです。日を決めたらどうしたらいいのですか？さて、受診券が届いたら、個別検診実施医療機関一覧の中の希望の医療機関に電話で予約をしましょう。令和5年度の集団検診は予約開始日がそれぞれ異なりますので、チラシに記載されている各会場の電話番号やインターネット申し込みフォームをご確認いただき、申し込み開始日以降に申し込んでください。インターネットの申し込みフォームってどのがん検診が予約できますか？インターネット予約が可能な検診は、胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、乳がん、子宮頸がん、骨粗鬆症検診、特定健康診査、後期高齢者健康診査、健康増進法健康審査で集団検診を実施する全会場実施分の予約が可能です。日中忙しくて電話予約ができない方に特におすすめです。ネット予約なら24時間予約可能ですので、空いた時間にぜひご利用くださいね。
ではどのように予約するか一緒に見てみましょう。まずは予約開始前に事前登録をしましょう。受診券の封筒に同封されている黄色の集団検診のチラシに記載されている予約フォーム QR コードを読み込むか、市ホームページでがん検診と検索してがん検診予約のページを開いてください。開いたらがん検診予約フォームのボタンがありますので、クリックするとこのような画面が表示されます。そうしたら画面右上のログインボタンを押してください。続いて新規登録ボタンを押して、がん検診を受診される方のメールアドレスを入力後、認証コードを送るボタンを押してください。入力したメールアドレス宛にこのようなメールが届きますので、本文中の認証コードという番号を確認して、先ほどの事前登録のフォームの該当欄に入力し、送信するを押してください。送信するボタンを押した後はアカウント情報の入力に進みます。認証コードを入力後、検診を受けられる方の情報を入力し、内容に修正がなければ登録するを押してください。登録完了の画面が出れば完了です。登録したメールアドレスにも登録完了のメールが届きます。登録は初回だけでいいんですよね。次回以降はさっき作ったアカウントでログインしたらいいですか？その通りです。受診券が手元に届いたら登録だけやってあかった。では次に予約日開始以降どのように予約を進めるかご説明しますね。予約フォームの初めの画面で検索予約ボタンを押します。次に希望する検診を選択し、質問項目に回答をします。すべて回答後、入力完了ボタンを押してください。次に受診可能な検診の一覧が表示されます。検診を希望しないものはチェックを外してください。そうすると選択した検診を同時に受けられる日時がカレンダーに赤い楕円で示されますので、希望日を選択して受診可能な会場を選択してください。希望する項目、時間や会場が選択できたら、一番下までスクロールし、申し込みに進むを押します。受診者情報、申し込み内容の確認のページになります。修正したい場合、修正するを押してください。間違いがなければ予約を確定するを押してください。このような画面が表示され、登録したメールアドレスに受付メールが届けば予約完了です。後から予約を変更したくなったらフォームから変更できるのですか？そうなんです。説明しますね。予約の変更をする場合、予約の確認、変更キャンセルをクリックして変更したい検診項目を選択します。予約済みの検診が表示されますので、変更する場合は変更するを押して、受診したい日付、会場、時間を選択します。内容の変更後、申し込みに進むをクリックして、変更内容に問題がなければ変更するを押してください。このような画面と確認メールが届いたら変更完了となります。予約をキャンセルしたくなった場合はどうしたらいいんでしょうか？そんな時は予約の確認、変更、キャンセルをクリックします。予約した検診を選択すると予約済みの検診が表示されますので、キャンセルするを押してください。キャンセルしたい検診にチェックを入れたら、確認画面へをクリックして、内容に誤りがなければはいをクリックします。このような画面が表示されて確認メールが届いたらキャンセル完了です。思ったよりも簡単ですね。そうですね。キャンセルや日程変更が簡単にできるのもいいですね。今からスケジュールを調整して受診したい日を決めておいて、受診券が届いたら事前登録しておく。予約開始日以降予約を忘れないですね。
忘れないように声を掛け合って確認しよう。いいですね。予約ができたら、あとは当日忘れずに受診する、結果を確認する、そして今後も定期的にがん検診を受診していく。これら6つのステップを繰り返していくことが大切ですよ。いかがでしたでしょうか。定期的にがん検診を受けている方も、そうでない方も、ご自身の体の状態を確認するためにがん検診受診をぜひ検討してみてくださいね。それでは次回の生き生き健康情報もお楽しみに。ここで松阪市からのお知らせです。松阪市では三重県と連携し、市民の皆さんの健康づくりを応援しようと、7月1日から松阪市健康マイレージ事業を開始しました。健康づくりに取り組みながらポイントを貯めて申請すると、三重とこわか健康応援カードがもらえます。このカードを県内の特典協力店で提示すると特典を受けることができます。また抽選で松阪市の特産品なども当たります。チャレンジシートは健康センターハルルをはじめご覧のところで配布しています。詳しくは健康センターハルルまでお問い合わせください。皆さんのご参加お待ちしてます。